こんにちは、ギタリストの竹下敦史です。今日は、アルペジオの中のアポヤンドとアルアレについて、説明したいと思います。アルペジオには2種類あります。一つはアルアイデ、この時アルアイデは弾いた指を次の弦に当てません。これがアルアイデです。アポヤンドは弾いた指を次の弦に当てます。このようになります。この2つ すごく音の響きが違いますよね。これがアルアイデで弾いた場合です。一般的には、ほとんどの場合がアルアイレです。メロディーラインに使いたい場合、こういう場合アポヤンドを使います。アポヤンドは次の弦に当て、アルアイレは次の弦に当てない。これがアポヤンド、これがアルアイレ。今薬指だけアポヤンドを使ってます。今度薬指をアルアイレで弾きます。音が伸びますよね。これは今薬指はアポヤンドです。このアポヤンドとアルアイレの違いが分かると、弾き方の幅も広がりますし、あとは自分で曲なんかを作ったりするときに、あ、ここはアポヤンドで、力強くメロディーラインをと印象深いメロディーラインを そこの使い分けがすごく難しいんですね。私もまだできていません。まだまだ練習しなければいけないと思ってますが、アポヤンドとアルアイレの使い分けはとても重要です。じゃあ最後に、簡単な曲ですが、弾いて終わりたいと思います。アポヤンドとアルアイレ、
伝わったでしょうか。それではまた、次回のレッスンに私もレッスンします。それではまた次回。竹下敦史でした。